その修行は次元を超えて、女神様がやってきた。おはよう。アマネーも管理人さんから聞いたの？うん、寮のことで大切な話があるから集まってって。なんだろうね、私合宿の準備で忙しいんだけど。休日の朝にわざわざ、ということは新たな出会いの予感。その予感が当たるなら歓迎ですね。あれ？待ってました。こういう時はまずは挨拶からだよね。おはよう。おはようございます。どちら様？寮の入り口はカードキーがいるはずなんだけど。私ネプチューヌ、今日からこの寮に住むことになったんだ。ここ一つよろしくね。すむ、入寮希望者なのかね。いえいえ違うんです、僕が説明しましょう。お、管理人さん、こちらの女の子は？彼女は交換留学生でしてね、こちらで受け入れたんです。リリーパッドに住むのは少しの間だけなんですよ。交換留学生。ああ、そういえばもうそんな時期なんですね。どういう仕組みなんやっけ？国が定めた国際交流制度の一つですな。毎年国内で選ばれたいくつかの寮に海外の学生を招いてるとか。そう、話には聞いてたんだけど。あ、それじゃあ今年はリリーパッドも選ばれたってことなんですか？ええ、政府にね。突然のことで驚きましたが、僕の管理手腕や英知が評価されたんですかね。そうなんじゃないでしょうか。まあそんなわけでして、皆さんぜひよろしくお願いしますね。では私はこれで。突然のこととはいえ、これはとても嬉しいに。留学か、すごいな。たった一人で知らない国に来るなんて、俺にはその根性が想像できないや。実は私一人じゃないんだ、もう一人この後来るはずなんだけどな。まったく困ったもんだよね、初日から遅刻だなんて。こりゃ先が思いやられちゃうってもんだよ。あのね、ネプテューヌが勝手に先走って。遅いよ、もう今まで何してたのさ。あ、ふふ、さっきは道に迷ってたな。だからあなたが先走ったから、慌てすぎて迷…あ、いやいや、必死に追いかけたんだからね。駅で置いてきぼりにされた身にもなりなさい。みんなに出発の挨拶もろくにしないで、まったくもう。あれ、ノール、もしかして怒ってる？ごめんごめん。ほら、ジェンは急げ、楽しいことも急げって言うし、貴重な留学期間は1分1秒でも長く取っておきたいじゃない。それはそうだけど、ふう、この先が少し心配だわ。ネプチューヌ、帰ったらちゃんとみんなに謝っておきなさいよ。ああ、ごめんなさい皆さん、お待たせしました。黒髪の君も留学生でいいのかな？はい、私はノワール、しばらくこちらでお世話になることになりました。よろしくお願いしますね。
うん、よろしく。よろしく。おや、嬉しそうですね、姉貴。わかりますよ、二人とも美少女ですものね。萌え一辺倒で語るのはやめてくれ。もっとこう、やってやらなきゃって気持ちが二人を見てると湧いてくるんだよ。何をやりますの？年齢制限はつきますか？リサが想像してるようなもんじゃない。遠い海外からわざわざうちに来てくれたんだ。うまいものをたっぷりご馳走しないと。だろ？気合い入ってますね。まあ確かに私たちリリーパッド寮生、考えようによっちゃ国の代表の一員ですものね。国の代表？頑張らな。おう、頑張ろう。どうしてこんな貴重な機会に。私ついてないな。お姉さん、どうかしましたか？ほら、私もうすぐ大学の研修合宿なんだよ。今週のことでしたっけ？しばらく部屋を空けるとか。つまりこのお二人の相手はできないこと？この一大事に天音さんが不在なんか。にわかに緊張してきたみ。これは俺っちが仕切るしかねえかな。よし、レプテーヌさん、ノワールさん、せっかく来てくれたんだ、仲良くしようぜ。ノワールでいいわよ。私もこれからは遠慮なく普通に話してもいいかしら。そうそう、せっかくみんなに出会えたんだし、堅苦しいことはなしだよ。改めまして、よろしくね。今日から俺たちが全力で二人をもてなします。腹も心も幸せいっぱいにするから覚悟しといてくれ。おお、気迫が伝わってきた。楽しみにしてるよ。あ、そうだ、まだみんなの名前聞いてなかったよね。おっと、失礼。俺は鳥居キラ、右側にいるのが垣間みなみで、左側にいるメガネがミサ。対してメガネが本体みたいな言い方はやめてもらえないだろうか。ちなみにこのミサは俺の妹なんだ。本当はもう一人妹がいるんだけど、いつか機会があったら紹介するよ。そうなんだ。妹といえば、私たちにも可愛い妹がいるんだよね。いつか機会があったら紹介するわね。ネプチューノのところは姉よりも妹の方がしっかりしていて、どっちがお姉ちゃんなんだかわからないわね。よく間違えられちゃうんだよね。おかげで私がいつも楽できるし、こうやって留学もできちゃうから、ほんと至れり尽くせりだよね。あなたは妹に頼りきりなことにもっと危機感を持って。だからこその留学だよ。駅前で済ませない本格志向を選んだわけだよ。なるほど、ちゃんと考えてたのね。さすがじゃない。ノワールこそ油断してると妹に追い抜かれるかもよ。いつもお姉ちゃんに見えないところで努力してるんだから。さすが私の妹。姉としてとても誇らしいわ。お二人とも。ああ、ごめん、こっちで話し込んじゃった。ミナミちゃんだよね、もう覚えてるよ。嬉しい。私もここに来たのはつい最近なんで、どうぞよろしくな。私、ガリバー校の中等部に入るんだよ。じゃあ、私と一緒や。部活も一緒のに入ってもらえると嬉しいで。いいよいいよ。最近キャラを変えちゃったんですよ、この子。ちなみにですね、ネプテューヌとノワール、以前のミナはもっと。ミサミサ、ストップ、それ以上は管理や。問題ナッシングだよ。いや、私たちもとうとう留学生デビューだから、ちょっとキャラ変えてるし、お互い様。あんまり違いを感じないけど、まあいいわ。
どうやらあんまり二人とは一緒にいられないっぽいんだけど、そっちの優しそうな人が佐藤天代さん。紹介ありがとう。私は大学生で、ここじゃ最年長なんだ。うん、二人とも元気でね。私のこと忘れないでね。ちょっとそのテンションは早すぎませんか。私たち会ったばかりですよ。なんかさ、天代さんからはアニメやゲームで第3話くらいに退場する人と同じオーラを感じるよ。つまりはなくてはならないとっても大切な存在だと思うな。そうなんだ、ありがとう。アニメにはあまり詳しくないけど嬉しいよ。姉さん、今のまあいいや。そういうネプテューノはこの国のサブカルに随分詳しそうですな。そりゃもう予習はバッチリ。契約天使みたいなのが出てくるアニメはちゃんと全話見終わってるからね。ミサミサが目を輝かせてる。私もサブカル勝負なら負けない。ここでもっと知識を蓄えてから帰るつもりでいるからね。遊びが絡むとほんと真面目になるのね、ネプテューノは。私はガリバー校の高等部に入学するから、いろいろ教えてくれると助かるわ。短いけど最高な留学になるって確信したよ。とことん楽しみまくろうね。おお、おはようございます。うわ、留学生の二人と遊びすぎました。ミサ、相変わらず朝はとてつもない顔してるミ。大丈夫？私も調子に乗ってしまって夜遅くまで付き合わせちゃってごめんなさい。ミサ、まずは顔洗ってこい。あと着替えてからね。あれ、姉さんとネプテューノの姿が見えませんの。ネプテューノならさっき私が起こしたからもうすぐ来ると思うわ。そして天代さんは早朝合宿に出かけていったり。ああ、だからネプテューノは姉さんの部屋に決まったんすね。一人で自由に使えるし。私はミナとアイデアでごめんなさいね。昨晩寝るとき邪魔じゃなかったかしら。一緒に寝るの楽しかったみ。ほう、興味深い話なので後ほどじっくり聞かせてもらいますね。顔を洗ってきまーす、うん、ノアル、朝から変な妹を見せちゃってすまないね。顔だけでなく格好もひどかったろ。大丈夫よ、個性的な妹さんで素敵じゃない。それに格好なんて自由だもの。私の友達にもいろんなタイプがいるし気にしてないわ。そうなんだ、世界は広い。タチの悪いやつに絡まれてないか心配になるんだけど。心配してくれてありがとう。キラと喋ってるといつも頼りにしているある人を思い出すわ。男装とはちょっと違うけど、ボーイッシュな格好をしているんだけどね。へえ、親友に似てるなんてなんか嬉しいな。まあ俺っちは男装はめったにしないけどさ、ライバルの男と張り合う時くらいかな。ライバル？ああ、実は俺っち、その大食い大会によく出てるんだけど、決勝で張り合ってるやつがいるんだ。そいつが結構おしゃれでさ。へえ、男性相手と大食い勝負なんてすごいのね。今度キラの男装ともども見てみたいわ。それなんだ、早速大食いだけでも朝ごはんで披露するといいに。キラ、キラだけ先に食べるんや。まあ朝食はもうできてるけどさ、せっかくだからみんなで食べない？みんな揃った後キラだけもう一度朝ごはん食べれば解決。さっさと朝ごはん持ってくる。朝から2人前食べることになるんだけど。
いいぜ、やってやるよ。キラ、学校に影響出ない範囲でくれぐれも無理はしないでね。それじゃあ行きます。朝ごはんの大食い、よーい、はじめ。ごちそうさまでした。はやっ、しかも食べ方が上品、綺麗、丁寧。キラはこれでテレビとかにも出たことあるんだから、なかなかなもんなんだに。よせやい、準優勝止まりがほとんどなんだぜ。それにしてもミサはともかく、ネプテューヌも遅くないかな。え、もうこんな時間じゃない。まさか二度寝しちゃったんじゃないでしょうね。ありえる、十分にありえる。もし登校初日から遅刻とかしたらまずくない？まあ、いくらネプテューヌでも初日くらいはちゃんと起きてるわよね。今向かってるかもしれないし、もう少し待ってみましょう。とのことらしい。ゆっくり待っているのも時間を持て余すね。ピータンたちがネプネプ殿のこと代わりに見に行こっか。ミサシのことはまあいいか。彼女についてはそう心配はないだろう。今回はネプテューヌ氏のもとへ行くとしよう。場所は元はアマユシの部屋だったな。早く行くよ。兵器もセットよし。あ、いいぞ。確かに遅いわね。あ、そうだ、私まだ学校行く準備をしてなかったから、戻ってしてきていいかしら。いいよ。このままノワールまで戻ってこなかったらちょっとしたホラーだな。大丈夫よ、ちょっと外すわね。